開業以来およそ50年ぶりに全面リニューアルした大阪空港で今日記念のイベントが行われました。どうぞ。大阪空港は東京オリンピックや2025年の大阪万博などを見据えて2016年から改修工事を行っていて、このほど全面改修が終了し、今日のグランドオープンを迎えました。改修で北と南の2つに分かれていた到着口を中央の1箇所に集中させたほか、複数の人が同時に手荷物検査することができるスマートレーンを設置し、利便性が向上。また、保安検査後の搭乗客を対象にした店を31店舗新設し、関西グルメや大阪空港限定のお土産のラインナップを大幅に増やしました。I saw Kyoto like things over there, so it felt nice to see. Yeah. It looks new. Is it new? Like, it's very おしゃれ。目移りするぐらい見どころがいっぱいで、美味しそうなものもたくさんあるんで、ちょっと早めに来て、搭乗するまでになんかいろいろ買ったり、見たりしたいなと思います。空港を運営する関西エアポートによりますと、新型コロナウイルスの影響で9割近く利用客が落ち込んだ時期もあったということですが、グランドオープンを機に盛り上げていきたいとしています。